はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、国際協力の中でもロシア語を使って今後人道支援っていうところとかをされたいというふうに考えている山崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、山崎有沙と申します。この3月に東京外国語大学の国際社会学部、中央アジア地域ロシア語専攻で紛争解決論ゼミというところを卒業しました。はい、長9月からイギリスのロンドン大学東洋アフリカ研究学院というところに修士課程で進学予定です。なるほど、ありがとうございます。ちょっといろいろ大学生活何したかっていう部分も含めてお聞きしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で早速なんですけど、まあ、今の経歴を聞いている限りだと、すごい国際協力に特化してるなっていうイメージが僕の中であったんですね。そもそも海外とか国際協力とかに興味を持ったきっかけって何だったんですか？そうですね、一番最初に初めて海外とか意識し始めたのは、高校1年生の時に千葉県柏市の生まれ育ちなんですけど、そこのプログラムでオーストラリアに派遣されたっていうのが初めての海外経験であり、海外ってすごく楽しいって思った経験になりました。なるほど。ちなみに高1でオーストラリア行ったんですか？はい。そんなプログラムがあるんですね。そうですね、柏市には中学生高校生を対象にしたプログラムがあって、それに応募して合格をいただいて、なるほど、派遣されたっていう形になりました。なるほど。ちなみにそれって高1の時にオーストラリア行くじゃないですか。期間はどれぐらい行かれるんですか？2週間。あ、2週間なんですね。はい、その目的は何で行くかで言うと、みんな初めての海外の人が多いので、海外ってこの場所だよみたいなのが多いのとあとは現地の学校に通ったり、一人ずつホームステイにいろんな家庭に滞在したりとかしてっていう。ああ、なるほど。プログラム。なのでどちらかというと、じゃあ国際交流みたいなイメージですかね。そうですね、はい、それです。はい、あのオーストラリアの文化を知ったりとか、ね、海外のことを知ってもらうための2週間のプログラムで行ったみたいな感じなんですね。はいはい、そうですね、国際協力ではなく、単純に人と交流して同世代の子たちと楽しい時間を過ごそうっていう感じです。ありがとうございます。で実際2週間行ってみるじゃないですか。はい、どうでした？すごく楽しかったです。初めて英語を喋った経験で、でも一人でポンって現地の英語しか通じない家庭に放り込まれて、一生懸命話そうとすることでちょっと話せたりとか、はい、っていうので、英語喋るの楽しい、もっと喋るようになりたい。自分自身にとってその頃は自分の家族と中学校だけってすごく狭いコミュニティだったのが、それが全ての常識だと思ってたのが、そうじゃない世界があるんだっていう、いろんな価値観とか多様性とかっていうものに触れた機会で、それがすごく自分にとって居心地が良かったっていうのがすごく残ってます。ね、高1でオーストラリアっていいですね。ちなみにその時は英語とかは普通にできたんですか？全くできないです。本当に私も両親も英語喋れないですし、喋る機会も一度も人生でなかったので、初めて英語喋った機会。実際高1でオーストラリア行くじゃないですか。はい、で戻ってきて、そこからはもう英語とかっていうところとか、海外っていうところに興味を持っていった感じなんですか？英語はもちろん意識するようになりました。だから結果として東京外大を受験するって形にはなったんですけど、その後の高校生活は普通に千葉県の公立高校だったので、特に海外に触れることもなく大学生になったという形です。なるほど、そういうことですね。はい、じゃあ大学生になった時に海外とか一人で行かれたりもしたんですか？最初夏にインドに行って行ったよ。そうなんですね。その時にスタディーツアーだったんですけど、現地集合だったので初めて一人で飛行機に乗って、エアインディアで行ったんですけど、はいはい、エアインディアで行ったの。成田から飛行機に乗った瞬間、もう外国人だらけじゃないですか。はいはいはい、すごくその時突然不安になって、飛行機の中でボロボロ泣いてたの。そうなんですね。なるほど。はい、スタディーツアーはインドでは何されてたんですか？一番印象に残ってるのはガンジス川のところに行った時で、あ、じゃあバラなしですね。あ、そうですね。その時は近くにあった孤児院とかに行ったりとか、あとやっぱガンジス川の周辺ってすごく社会的に脆弱な立場にあるような人たちがいて、それを見たのがすごくショッキングだったのと、あと子供がちょっとしたポストカードを売るために1時間2時間とかずっと私たちにくっついてきてて、なんかそれが忘れられなかったんですよね。未だにあの子どうしてるかなって思っちゃうことがあったりとか。そうなんですね。はい、
なるほど。じゃあそういったインド体験をしたわけですね。その後は他にもいろんなところに行ったんですか？そうですね。でインドに行った後にアフリカに行きたいって思って、うん、なんでアフリカに行きたいと思ったんですか？その時には私、将来的には途上国の教育開発に携わりたくて、教職とかも取ってて教育の道で行きたかった、はい、やっぱり世界中を見た時に当時の私の知識で、一番教育が不十分なところっていうところがアフリカっていう、本当にざっくりとしたイメージで、だからアフリカで教育支援の現場に自分の目で見てどういうものなのかっていうのを携わってみたいっていうのが、インド帰った後により気持ちとして大きくなりました。ああそうなんですね。じゃあアフリカ行こうと思いました、はい、アフリカ実際行ったんですか？はい、それでインターネットで検索してもお金がとにかくなかったので、一番安そうなボランティアを受け入れてくれる団体を調べてコンタクト取ったらおいでって言ってくれて、うん、嘘？そうなんですね。それは日本の団体ですか？はい、そうです。当時70過ぎてた老夫婦がケニアの演舞っていうところでエイズ孤児院とか学校とかを運営していて、30年以上ずっとケニアにいるっていうご夫婦だったんですけど、そのご夫婦がもうすごくあったかく受け入れてくれて、そうなんですね。じゃあそれでインターンみたいな形で行ったって感じなんですかね？そうですね、名前をつけるのならばインターンのボランティアか。実際そのインターンもしくはボランティアでケニアに行くってことですか？はい、1ヶ月行ってました。あ、1ヶ月行ってたんですね。どうでした、1ヶ月のケニア生活は？すごく良かったですね。まずその老夫婦にはすごくいろんなことを教えてもらいましたし、私自身にとっても今一番大きなロールモデルになってて、この2人のようになりたいっていうふうなのは思ってます。で現場で見てやっぱり大きかった経験としては、エイズ孤児院の子たちが通ってた学校があって、公立のそこで結構授業させてもらってたんですけど、ここにいる子たちがまあ学校に来れなくて結構休みがちだった、その時の私はやっぱり教育が何よりも大事で、教育さえあればきっといろんな人は幸せになれるんだってこう信じて疑わなかったのが、学校に来なさいってその子たちに言えなかった、なぜかというとその子たちを川に水を汲みに行くために休んでて、それが自分にとって水とかそういう安全とかがないと子どもたちって勉強できないんだって、そうなると私が思ってたような幸せっていうのはこの子たちには伝えることができないんだなっていうのがすごく印象に残ってます、なるほど。じゃあそもそも教育っていうのは日本では当たり前なんで、そこの教育っていうところまで持ってこれれば、アフリカの人たちも別に教育レベルを落とさなければいろんな選択肢が増えるだろうと思ってたわけですよね。そうですね、はい、でもそもそもそれ以前の問題が発覚したと。でもそれは現地に行かないと分かんなかったから、自分にとってはいい経験だよねっていう話ですよね。そうですね。それまで教育支援ってずっと思ってたのが、自分の中でガラッと人道支援っていう単語が自分の中でこう占める割合が大きくなったっていう、すごく大きな経験になります。なるほど。実際アフリカとかインドとかもそうですけど、ある一定期間行ってたじゃないですか。その中で自分として学んだことはすごいあると思うんですけど、自分生活してて危険だなと思ったりだとか危ないことって実際なかったですか？ケニアに行った時は、サファリに旅行に行った時に、なるほど、行ったんですね。みんなそうだと思うんですけど、体調崩して、その時19とかで人生で経験したことのない腹痛を、サファリなので都心から離れてるじゃないですか、でそれで、本当にひどいことになってて当時は、っていうのは自分の体調の中ではひどくて、で帰ってきて病院行ったら名馬セキュリだって言われて、でも多分ちゃんと診断したわけではなくて、その後いろんな人に聞いたら、お腹痛くて病院に行ったら大体アメーバセキュリって言われるよって言われたのが結果何だったのか分からない。なるほどね。それが一番危険っていうか、危なかった自分としてはね実際じゃあアフリカ行ってみて、アジアとかも行ってみて、いろんな経験したと思うんですけど、その中で教育支援ではなくて人道支援っていうところですよね。そうですね。で人道支援の部分ちょっと聞いてみたいんですけど、人道支援って言葉を聞いても分からない人は分からないじゃないですか。具体的に言うとどんなイメージなんですかね？紛争とか災害が起きた後に多くの人が元々あったような生活が送れなくなる、食べ物とか水とか衣類とかあって当たり前の最低限のところが当たり前に享受できないようになった環境の人たちに、そういったもの、生活の基盤となるようなものを支援するっていうイメージを持っています。あー、なるほど、そういうことですね。じゃあ元々は海外っていうところから入って、そこからインドとかアフリカに行って、自分の中の選択っていうところがガラッと変わっていったって感じですね。はい、なるほど、ありがとうございます。この動画では山崎さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、次の動画では大学生活留学されたんですよね、なんでその留学のところについてお話しいただこうかなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。